フィバはは26日に公式サイトで八村塁26イコールレイカーズの21年東京五輪以来となる日本代表復帰についての記事を公開文中に渡辺雄太29の移籍先についての記載があり大きな話題となった一夜明けた27日当該記事は修正され渡辺雄の移籍先についての部分は削除されて再びファンから困惑の声が上がった 26日、日本バスケットボール協会はパリ五輪男子日本代表最終候補メンバー16人を発表 NBA で2年連続プレーオフに進出した八村は21年東京五輪以来となる代表復帰を果たした FIBA 公式の五輪特集サイトは八村の代表復帰についての記事を投稿文中で八村以外の注目選手を紹介する中で 渡辺裕太もまたこのチームのキーマンである。6年間の NBA 経験を持つ206センチのフォワード。来シーズンは千葉ジェッツで日本の B リーグでプレーする予定だと移籍先に言及。ファンからはさまざまな声が上がった。一夜明けた27日、当該記事は渡辺裕太もまたこのチームのキーマンである。6年間の NBA 経験を持つ206センチのフォワード修正され、 渡辺雄スの移籍先については削除された。ファンからは、え、千葉じゃないの、まだ他のチームにもチャンスあるのかな、削除されたとしてももう決まってるのかな、逆に怪しいわ。わら、ある意味、この削除が確定演出に見えてしまう、どっちの意味で消したんだろう、など再び困惑の声が上がった。